厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。米軍撤収、アフガン世紀末状態で放置。バイデン米大統領、アフガン駐留米軍撤収で米国第一貫き、中国内政問題では介入しないと幕下てる。バイデン米大統領は8月14日の声明で、私はアフガン駐留米軍を指揮する4人目の大統領だ。このあれを5人目に引き継がないと強調した。アフガン軍が自国を守ることができない、もしくは守る意思がないのであれば、米軍がさらに1年間、または5年間駐留しても意味がない、とも指摘し、4月に表明した米軍撤収を正当化した。バイデン氏は2020年2月、CBS テレビのインタビューで、タッカー氏の著作に関連し、タリバンがアフガンを再び支配して、女性が権利を失っても責任を取らないということか、と問われた。責任はゼロだ。バイデン氏はこう断言した。CBS の司会者に、あなたは100万人のあの族が収容所で行われていることの解決のために中国とあれをしろというのか、と幕下てた。私の責任は米国の国益を守ることであり、あれを使って世界のあらゆる問題を解決するため米兵を危険にさらすことではないと強調した。米国民の7割がアフガン撤収を支持し、内向き志向が一段と強まる米国。アフガン撤収は同盟関係やパートナー関係が米国の国内事情に左右され、永続的ではないことを示しているように見える。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。トラさんと梅さん、何が違うんだ？マスコミに叩かれるのが。トラさん、マスコミに擁護されるが。梅さん、まだ経済で強く締め上げる分、トラさんの方がマシだったんじゃないのか？この発言は事実上の敗北宣言。サイゴン陥落と同じアメリカの敗北をもう一度リアルに見ることになったな。米国としてはベトナムあれの時のようなことはやらないってことでしょ。そこまでしてアフガニスタンを守っても米国の利益にはならないからな。米軍の装備置いていっちゃったんでしょ。車両とか乗り放題。まあ言うことわかるけど、はっきり言うな。中国を出すとか、オンゴールやん。中国の周辺国がどうなろうと、米国に不利益にならなければ、兵士を送りませんとか、内心はそうであっても、それを口に出してしまうとは、やっぱ、あれやん。左はタリバン政権とか、どうなの？今のベトナム見てると、アメリカ負けてよかったのかもしれないが、アフガン国民にとって、タリバン支配でいいことって何かあるの？女性にとっては何もない。教育、就業、外出などほぼ全ての自由がなくなる。自由がなくなるだけでなく、あれとされ鼻をそがれ、この世のあそこに落とされる。 CBS の司会者に、あなたは100万人のあの族が収容所で行われていることの解決のために中国とあれをしろというのか、と幕下てた。え、これってつまりあれの人権あれ批判はするけど、実効性のあることは何もしないし、しなくてもアメリカに責任はないってことか。すでにあれとタリバンはつるんでるの公表してるし、やばくね。あのとか中国国内で起きることはアメリカの責任ではないが、アフガニスタンは体制を一度ひっくり返して傀儡政権を作った以上、アフガンで起きる人権あれはアメリカにも責任があるだろう。言い訳になってない。
9.11 あれで逆上したアメリカが、血の往復を求めたから起きた。アフガン侵攻だが、さすがに腹いせとは言えずに、人権と民主化のためだと、取り繕って20年居座った。その結果がこれ。しかも交戦ムードに乗って、イラクを攻撃して、こっちも大こけした。中国との核築は、もう少しうまくやってくれないと、日本が困るんだが、ダメだなこりゃ。早晩、梅さんは失脚して、民主党政権、終わるわ。この人も年だし、ハリスの超絶無能がバレた今、民主党は立ち往生だな。クオモのエクハラ辞任、なんかもあったし、アメリカの選挙民と選挙制度が、まともなら、民主党は来年の中間選挙で、大敗だろうな。アフガンはもちろん、中東は、もう、誰にも救えんやろね。気の毒だが、自国で解決しか、方法はないだろうな。ただ、難民流出で、他国に迷惑は、かけるんだろうな。世界平和など幻想だから、おのおの、自国の発展に努めましょう。日本に置き換えると、自衛隊が本気出さなきゃ、米軍は手伝わないってか。そりゃ正論だけど、自民二階や、公明山口のような、愛国者がはびこってるからな。まあ日米安保もそうだしな。尖閣も日米安保の対象だけど、日本が何もしないなら、アメリカが守ることはないと、言ってるわけだからな。うわあ、これって、中国が尖閣攻めても、アメリカは助けませんって、言ってるようなもんじゃん。つまり米国との同盟や、あれの傘は、全く当てにならんってことだよ。日本はさっさと憲法改正して、中国の侵略に備えないと、悲惨なことになるわ。日本は、日本人が守れってことだな。ついでに日本の憲法は、アメリカが作ったポンコツだから、作り直せって言ってくれりゃ、憲法改正もサクサク進むのに、それって、もろに、属国というか、あれ根性。外圧利用もあるけど、ここは、日本人の手で、やらなきゃな。とりあえず、今度の選挙で、親中派を落選させるよう、やれることをやるしかない。日本が中国側になると、太平洋の防衛ラインが、ハワイまで後退するから。さすがにどうやろ、アメリカ目をつぶるかな。中国と衝突すると、米本土が危うくなりそうだが、その前提が、おかしいだろ。日本が中国側になるということは、沖縄、台湾が中国領となり、対馬が韓国領となってるってこと。もう少し考えてから、発言しろ。ソ連とあれの脅威を、必死こいて抑えてた、大日本帝国を、大陸利権欲しさに、後ろから撃ちまくったのが、アメリカだからな。その結果、どうでもいい隣国以外、全部共産権に取られたんだから、あれとしか言いようがない。アフガンで、米軍に協力した人は、ひどい目に遭うんだろうな。それ分かってて、あんなに無抵抗で逃げるなんて、理解できんな。もともとイラク、アフガンから、軍を撤退しようという流れは、オバマの時からできている。トラさん、梅さんになってからの話ではない。軍を撤退すれば、そりゃタリバンが支配するようになるよ。タリバンから逃げた難民、タリバンが送り込む偽装難民が、世界中に拡散する。どちらも、ろくなものじゃないから。日本は、受け入れちゃダメだわ。クイグル人100万人が、あそこにいるのは、米国大統領公認ということ。あら、人権さんはいないの？フェミさんは、どこ行ったの？つまり新規のクイグル人は、見殺しってことだろ。その上、アフガンも、世紀末状態で放置と、結局、今の大統領だと、日米安保も、米国の都合で、何もしないってことだよな。外交カードとして、人権問題を使っているだけ。ということね。梅さんも1ヶ月前は、
今のようなことにはならないとか言っていたが、あっという間になってしまった。メキシコ国境問題の時と同様に、謎にトラさんのせいとか言い出している。同盟国に事前の調整をしていなかったらしく、イギリス政府は激怒してますね。首都カブール陥落で脱出に忙しいようですが、クーデターで軍政を敷いた国には政府承認をしない国がありますが、アフガンはどうでしょうかね。中国が真っ先に承認するだろう。それにしてもアフガン政府がここまで無能だったとは驚く。これじゃ雨から見捨てられても仕方ない。アフガンの副大統領とタリバンが楽しくつるんでる写真とかも出回ってるくらいで、実は規定路線だったんじゃないのかな。正規軍もまるでやる気なく、武器捨てて逃げてたし、タリバン幹部の訪中からたった2週間でアフガン全土を制圧してしまったのか。オバマの時、すでに世界の警察をやめます宣言があったからな。アメリカの規定路線なんだろ。あれが嫌だから非道な行為に目をつむるって、第二次大戦の始まりを思い出すね。役に立たない国際機関ってのも一緒だわ。トラさんは5月までに段階を追って撤退することで、アフガン政府側の軍閥が戦力配置の調整ができるように準備期間を作って戦略物資も渡していた。対して梅さんは4月に9月までの駐留延長を発表した後、アフガン政府に油断させた状況で、同盟国にもアフガン政府にも知らせずに緊急撤収。同じ撤退でもやってることの経過も結末も全く違うわ。トラさんの時はタリバンと殴り合いながら和平交渉をしたんだよ。アフガン政府とタリバン双方の捕虜の解放や市民への攻撃禁止などの条件も盛り込まれ、最終的には合意した。その和平に向けた合意の履行を条件にという米軍撤退だったわけで、タリバンの動向を警戒せずにホイホイ撤退させた梅さんがあれ無能だからこうなった。まあ中国が得してるわけだから筋書き通りなのかもしれんがね。中国が仕掛けた大不正選挙で生まれた傀儡なんだから当然こうなる。どうあれ元から中国がタリバンに武器渡してたし、両者がズブズブなのが分かった。しかし公然とイスラム弾圧してる中国と手を組むタリバン、イスラム前理主義って理解不能だわ。ポピュリズムの政治家が優先度を人権国益から国益人権に移したみたいな感じかもしれん。ここからもっとちぐはぐな発言が続きそう。アフガンの女性はあそこだな、また若い女を差し出せって言ってるらしいよ。アフガニスタンにはまだ米国民もいるのにね。だから差し出される若い女の中には米国民もいるということ。今朝の段階でカブール陥落してるしな。アフガンであれだけの金と時間と人命費やして結果がこれかよ。一体何だったんだろうな、あの戦いは。以上、日本国内ネットの声。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。